山田隆文と申します。よろしくお願いします。お待たせしました。よろしくお願いします。受話器の向こう側であなたは何を考えているの。なんとなくは分かってはいるけど、大人げないふりを僕はした。確信に触れたら途切れ途切れ思い出すのは、いつも隣で笑うあなたの顔。次の駅で降りるよ、あなたの駅で降りるよ。今日はどうしても会いたいから、各駅停車で会いに行くよ。あなたを